お顔を作っていきたいとか言ったらね、アンパンマンみたいになっちゃうんですけれども、お顔を作っていきたいと思います。今日はアップティーを着る予定です。なのでぜひよろしくお願いします。なんかさ、喉カスカスなんだけど、やば、昨日いっぱい喋ったからかな、昨日いっぱい食べたからかも自分のせいだ。食べ過ぎたかな昨日。昨日いっぱい食べたんですよ。何食べたかはめちゃめちゃアコにメールで送ったんですけど、そう、食べ過ぎですよね。自分でもびっくりした。メール書きながら、え、うちこんな食べてんの？と思って、今日のケータリングお寿司だって。だってそうだよ、知ってるよ。なんでみんな知ってんの？逆に誰かがツイートかなんかしてんのかな。なんでみんな知ってんの早くない？みんな知るの。私何も乗っけてないのに。みんな言ってる。みんなって誰？まあいいや、分かんなかった。でもそうなんです、お寿司なの。行けばわかる。あ、お寿司ってことは知ってます。前から、結構前から知ってました。そう、
でもなんでみんなが知ってるんだろうと思っただけ。前回と同じお寿司屋さんかな。というのもホタテを食べたい。ホタテを食べたいんだ私は。ホタテが大好きでね、ホタテを食べたいんだ。くしゃみでそう出なかった。こんにちは。やっほー。うん、前髪。昨日はね、昨日のケータリングみたいな、なんかあれ、キッチンカー美味しかったです。暑そうだよね、今日お外。何度なんだろう。やだな、暑いの。千代田区、千代田区で見ても意味ないか。そう、いつもだいたいもうなんか秋葉原の天気を調べる。どこ？横浜。横浜27度。やば、暑いやん。めちゃめちゃ暑いやん。楽しく過ごす。ありがとう。
ちょい今は痛みが出そう。そうね、水分補給は明日しっかり、明日じゃないや、今日しっかりしながらみんなとお話しします。みんなもそれで。やばい、え、こんななんかのんびりしてる暇ないんだけど、うち昨日と一緒よ、準備もしてない、持ってたカバン昨日のまま、やばいって。お水とかめっちゃ入ってる。早く準備しなきゃ。こう言ったらいっぱいお寿司を食べるために早く準備をしていきたいと思います。今一気に喋んなくなっちゃう。そう、お寿司嬉しい。こんにちは。まあ、ホタテがあれば何でもいい。ホタテを食べたいです。美味しいホタテ、おはようございます。おはよう。
日差し強い、本当？ちょっとじゃあ首にも日焼け止め塗っとこう。日焼けはしたくない。なんかセリちゃんとかオリンちゃんとかズンちゃんとか見てると、あ、白いって可愛いなって思うんですよ。やっぱそう、今日はメイク道具、直し道具を持っていきます。昨日使った子たちは今日終わってから片付ける。一緒に無理、なんかもうな、頑張る終わらなさそうすぎて、なんかもう適当になりそう。メイクやだ、絶対ダメ。綺麗にみんなに合うから。みんなに合うのでメイクは綺麗に。やばい、お腹鳴り始めた。でも今日は何も食べずに行くって決めたの。こんにちは。お寿司だから可愛くしてこう、顔関係ないか関係ないか。なんか昨日さ、眉毛がさちょっと濃かったんだよね。今日も濃いかな。そう、眉マスカラちゃんとできてなかった昨日。電車混んでるんだ、ゴールデンウィークだから。やだね、
私も電車混んでるの好きじゃない、あんまり。でも雨降った日の電車とか最悪だね、うん、満員電車だとさ、みんな傘持ってるからさ、そう、その傘の濡れてるのがさ、足に当たったりするとちょっとなんか気持ち悪いなってなる。好きじゃないあんまり。明日から富山に遊びに行く。ぜひ、本当に美味しいものがいっぱいなので、いろんなもの食べて、いろんな体験して、富山にいっぱい、富山の経済をいっぱい回してください。はい、よろしくお願いします。こんにちは、ありがとう。なんか昨日どんどんリップとかも塗ってたんですけど、なんかあのパシフィコ横浜のライティングのあれなのか、どんどんなんか昨日体調悪そうって顔色悪そうに見えて、そう、あ、めっちゃ元気なんですけど、そう、なんか顔に血色なさそうな顔してて、私そうリップとかも持ってってて塗り直してたんですけど、でも確かにいつもよりも薄めのリップを塗ってたんですよ。そうだから、もしかしたらあんまり色がつかなかったのかもと思って、今日はチークと濃いめ、ちょっとピンな濃いめのリップを持っていきたいと思います。こんにちは。どんぐらい暑いんだろう今日。でも夏だよね、27。なんかまあでも夏ではないか。夏30とか行くもんね。なんかもう嫌だ、
今日髪の毛、今日はストレートにしようと思っているんですけど、ストレートが決まりません。あ、うわ、寒暖差アレルギー出てるわ。うち昨日さ、ちょっと寒く、まあ寒くはないけど、今日めっちゃ暑いじゃない。鼻がムズムズしてんの。そういうことか。だからくしゃみめっちゃ出るんだ今日。なるほどね、理解。やだね。うん、ちょっと嫌かも。くしゃみ出そう。出なかった。45分、今そろそろ準備を、着替えもしなきゃ。昨日より時間ある。今日起きたら前髪すごくてさ、うん、いや昨日パックしながらねドライヤーしたのよ。そう、そしたら前髪こんなになってさ、そう寝る前にもうなんかファーってなってたらこんなになってて、でもうめんどくさいやと思ってそのまま寝たのね。そうしたら朝起きたらそのままだったそうなの。だから朝起きたら前髪がすごいことになってました。やばい、本当に寒暖差アレルギーが、やだ、一番やだ。あー、ここら辺ツーンってする。早く宿毛かけたいです。めちゃめちゃ、そう、その前にさ一回カラーとか行きたかったんだけど行けなさそう、空いてなさそう。てない、いけないかも、ずっとこの色かも。
すごく憂鬱。うん、ゴールデンウィークもあって混んでるんだと思います。そう、なんか今日の17時なら空いてますみたいに言われたんですよ。いやいやいやみたいな、握手会やと思って、すみません、その時間無理で難しくて、うん、悲しかった。今見たら5月5日なら空いてました。行けそうにない、行けなさそうです。ああ、リップ落ちた、ごめん、大きい音出して。ということで完成。ちょっと前髪決まってないけど、まあ会場で整えます。完成しました、イエーイ。このあと、横浜で皆様のことをお待ちしております。私も準備して行って、ご飯食べて、寿司食べて、みんなと会うのを楽しみにしています。ということで、ありがとうございました。最後にランキングを読んで終わりにしたいと思います。1位サプライズレバーさん、2位ヤローさん、3位クジノダイゴさん、4位トラックヤローさん、5位トムユキさん、6位ベベモンさん、7位鉄道ネイトさん、8位マークーンさん、9位エリーちゃん大好きさん、10位山内さん、11位ツッチーさん、12位コニタイミズさん、13位ピトくんさんです。ありがとうございます。ありがとう。今日は、この後ちゃんと明るめのリップを持っていきたいと思います。それではありがとう、横浜で会いましょう、またね、バイバイ、また後です。